にちは。こんにちは。ようこそ。ようこそクロスベル建設へ。どのようなご用件でしょうか。いや、今日からここで働かせてもらうことになったロイド・バニングスと言います。どうかよろしくお願いします。あ、そうだったんですか。嬉しいです。一緒に働くお仲間が増えて。あれ、でも、おかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けていないんですけど。その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。え、捜査官試験に合格されているんですか。すごいですね。新人の方では珍しいですよ。いや、運が良かっただけですよ。それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたいだし。またまた謙遜しないでくださいよ。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど。あの、どちらの部署に配属される予定なんですか。はあ、それが特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？そんな部署ありましたっけ。あの、ないんですか。ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。ああ、消えがったか。フラン、うちは俺が引き取ろう。うちの新人なんでな。あ、なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちになくなってるかもしれんがな。特務支援課課長、セルゲイ・ローだ。うん、お前がロイドか。はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察特務支援課への着任を報告させて。ああ、それはまだいい。着任報告をするのはまだ早いと言っている。ついてこい。他の連中を紹介しよう。え、その頑張ってくださいね。いろいろ大変だとは思いますけど、ガッツがあれば大丈夫ですよ。はあ、激しく不安だ。あら、おっと、おいでなすったようだな。待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。はい。あれ、先輩にしては顔ぶれが同じ新人。いや、それにしたって若すぎる子もいるような。おい、どうした。名前と出身だけでいい。すみません。ロイド・バニングス、ここクロスベル市の出身です。しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。これからよろしくお願いします。おお、真面目だね。俺はランディ、ランディ・オルランドだ。趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の鑑賞ってところだ。後でお前さんには俺の秘蔵コレクションからとっておきを貸してやるよ。はじめまして、エリー・マクダイルです。あなたと同じクロスベル市の出身です。よろしくお願いしますね。ああ、
ティオプラとレマン自治州から来ました。よろしく。よろしく。セルゲイ課長。なんだ。特務支援課というのは一体どういう場所なんですか。その自分も含めて随分若い顔ぶれのような。ま、いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。はあ。いいのかしら。ま、口やかましい先輩がいないってのはありがたいね。はあ、なんだこの状況。なんだか無性に不安になってきたぞ。こちらセルゲイ。おお、ご苦労さん。あれは携帯用の通信端末。そんなものまで実用化されているのか。ねえ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べルーキーども。この特務支援課がどんな仕事をするのか、これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。ここは駅前通りの外れ。一体何があるのかしら。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろとか言うんじゃないだろうな。ここから先はクロスベル市の地下に広がるジオフロント区画になる。今からこの中に潜ってもらう。潜るって。おい、どういうことすか。お前たちの総合能力および実践テストのためだ。ジオフロント内部はそれほど手強くはないが、魔獣の類が徘徊している。それらを掃討しながら一番奥まで行ってもらおう。なるほど。実践テストか。ま、それなら気が楽かね。ちょっと待ってください。テストはともかく、どうして魔獣の徘徊する場所にわざわざ入る必要があるんですか。警備隊じゃあるまいし、捜査官の仕事じゃないですよね。確かに普通は捜査官の仕事じゃないだろう。だが特務支援課に所属するメンバーは話が別だ。え、詳しい説明は後だ。まずはこいつを受け取れ。これは新型の戦術オーブメント。ずいぶん洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント、通称エニグマ、ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方から先日届いたばかりの新品だ。お前たちの適性に合わせてすでに調整もされている。使い方はティオ、お前がレクチャーしてやる。面倒だけど了解です。新型用のクォーツはありますか。ああ、少ないが受け取れ。それと肝心のこいつだ。それじゃあ一通り魔獣を掃討したら本部に戻ってこい。細かい話はその後してやろう。おっと、ついでにこいつも渡しておくぞ。課長。ああ、それドロイド。とりあえずお前リーダーな。え、今のところ捜査官としての正式な資格を持っているのはお前だけなんだよ。そんじゃ任せたぞ。ははは、押し付けられちまったな。でも捜査官の資格を持っている人がいて心強いです。ロイドさん、
よろしくお願いしますね。ああいや、呼び捨てでいいよ。見たところ年も近いみたいだし。そう？ちなみに私は18だけど。なあ、それなら同い年だ。あなたたちは？俺は21だが、堅苦しいからタメ口でいいぜ。よろしくな、ロイド、エリー。ええ、こちらこそ。ああ、よろしく頼むよ。それで、君の方は？14ですが、問題が？いや、別に問題があるわけじゃ。って、14歳！なんだ、見た通りの年ってわけか。驚いた。そんな若くて警察に入れるものなのね。いやいや、どう考えてもおかしいから。確か一般の警察官でも16歳以上だったはずだし、日曜学校も卒業していない子がどうして警察なんかに。正確に言うと、私は警察官ではないです。エプスタイン財団から出向したテスト要員ですので。へっ、エプスタインって、いや、さっきの戦術オーブメントの。そう、なるほどね。ここ数年、クロスベル氏が財団と協力して大規模な計画を進めているのは聞いていたけど。動力ネットワーク計画ですね。そちらにも少しは関わっていますが、私の出向目的は別にあります。これです。それは機械仕掛けの杖。オーバルスタッフと言います。この新武装の実践テストのため、私は財団から出向しました。ロイドさん、ご理解いただけましたか？ちょっと待ってくれ。もしかしてその杖を使って君も戦うのか？捜査官の資格があるのに随分察しが悪いんですね。実践テストのために出向したと言いましたが。まあまあ、ここで揉めても仕方ないぜ。この先のジオフロントってのがどれだけ危険かは知らないが、まずはあのおっさんが押し付けてきたミッションをクリアすることを考えようや。そうね、納得できないことも多いけど。わかった、すまないディオ。気分を悪くしたら謝るよ。別に、あなたの反応は常識的だとは思いますから。ところで、私の武装はこのオーバルスタッフですが、皆さんの武装は何ですか？なあ、それじゃ俺の獲物はこれだよ。それは警棒の一種。トンファーか。東方で使われる武具だな。殺傷力よりも防御と制圧力に優れているらしいが。なるほど、警察官らしい装備ね。いろいろ試してみたんだけど、これが一番しっくりきてね。で、エリーとランディの獲物は？私はこれね。はい、動力銃。少し古いタイプですね。ずいぶん綺麗な銃だな。競技用に特別にカスタムしてもらったものよ。旧式だけど狙いの正確さは期待してくれてもいいと思う。お、自信満々だね。そんじゃ俺はこいつだ。それはずいぶん大きな武器だな。中世の騎士が使っていたハルバードみたいな形ね。財団の武器工房で見かけたことがあります。動力を衝撃力に変換するユニットがついていますね。ああ、スタンハルバードだ。ちょいと重くて扱いにくいが、一撃の威力はなかなかのもんだぜ。なるほど、ティオの杖がどういうものかはわからないけど、魔獣との戦闘になったらバランスよく戦えそうだな。確かに。まあ、そのあたりも考えて俺たちを集めたのかもしれんな。あのおっさん、とぼけた顔して結構したたかそうだったし。そうですね、私のオーバルスタッフの性能はおいおい説明するとして、先ほど支給された戦術オーブメントの性能を説明しますか？なあ、よろしく頼むよ。
了解しました。一般的にオーグメントというのは動力エネルギーを利用して様々な現象を起こす機械のことです。照明や冷暖房などの日用品から車や鉄道の動力にもオーグメントの力が使われていますね。戦術オーグメントとは、これを個人の戦闘用に特化させた小型の携帯動力機を指します。今回支給されたのはエプスタイン財団で開発されたその最新型です。従来のものと同じくクォーツと呼ばれる結晶回路をセットすることで作動します。クォーツ、セプチウムのかけらから作られるオーグメント用の回路のことね。さっき課長にいくつか渡されたけど。ええ、それを戦術オーグメントの開封されているスロットにはめ込むことで効力を発揮します。そしてクォーツをセットしたラインの属性値が一定に達するとオーバルアーツの使用が可能になるんです。魔獣の種類によっては武器による直接攻撃よりもアーツの方が有効なこともあるんだ。だから魔獣との戦闘に入る前にきちんと用意しておかないといけないのさ。なるほど、魔獣と戦うためのとても重要な要素というわけね。遊撃士協会や警備隊でも採用されてるくらいだしな。そう思って間違いないと思うぜ。あとはそうですね、戦術オーグメントは個人の特性に合わせて調整されているので持ち主によって構造が異なるんです。人によって属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うはずです。まあどこが違うのかは後で見比べていただければわかるかと。オーバルアーツの詳しい使い方は実践で覚えた方がいいでしょうし、説明はこんなところでしょうか。おかげでよくわかったわ。ありがとう、ティオちゃん。どういたしまして。てか新型って言っても昔のと使い方はあまり変わらねえみたいだな。ええ、旧タイプの使用経験があれば今まで通りの感覚で扱えるはずです。どちらかというと今回のバージョンアップは別機能の追加が主ですし。別機能って？まあ現時点では関係ないのであまりお気になさらず、それよりも今は任務の遂行を優先しましょう。ああそうだな。微妙に気になるけど、とりあえずジオフロントに入る前に戦術オーブメントの準備をしておこう。課長に渡されたクォーツをセットして、それから中に入るとしようか。ええ、そうね。んじゃ、とっとと支度するとしますか。